この城を出て伊豆子へ参ろう。まずは芦名の、あるいはそなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わる。はっ。いや、さあ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は邪魔立てするか、巫女の忍びを。足の剣を知る。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さんな、その目、さしずめ、忍言えぬ。わしは仏、お前さんは何故おる。ただ屍かどうかもわからぬ野良犬。どれほど。そう。じゃあ主のある芦名の城で。だがすぐにもお前さんを見ればその価値。この日取り腕、そいつは石腕の狼にはおあつらい。仏を掘るには無用。忍び、そいつは
ただ任務を見つけたら。任務だと。任務を持ってきたらそうすりゃ。そう、いきな。巫女様の血が利用す。わしも竜院、そう呼ばれる特別な血主の主よ。それゆえ付け根、お前さんの体が妙なことにな。お前さんもそうじゃ。この荒れ寺にはおかしな客が。寺を出て右手の広場にも妙なことに気が合うかも。その優しい顔の仏様、まことの武士が、人が、己の怒り、そう。犬、そこもと、だが腕、忍びの技なら、そこもぜひ立ち合って
そこもとの見事なそれがしよう。お主は死な、あるいは虫死ねぬので、そこもとは随分と眉間にしわ。そこもそれがしを使い刀の修練、お主の死ねぬ体ゆえ、どうじゃ。承知した。よし、刀を振らば。力ば参る。そこもとよ、この社には俺現にそれがしも、だからそこの賽銭箱にもまた来る。そこもとの技の誠に生き流飲の地、この目でしかと。何もエマと猿お方に仕える。猿お方すみませぬが、ただそうを、信用しろ。ですがあなたが持っているそれはクスシとして、この氷炭。はい、もあなたが譲り、気づいているかもしれませんが、この氷炭の薬水尽きたとて少し休め。クスシとしての助けとは、氷炭の種を。種だと。はい、薬水は氷炭の種より湧き、新たな種を加えれば、手に入れたらも。分かった。一つ。何。少し。何。うん、白いあざ、これは生まれつきですか。いや。ならば留飲、あるいは、うん、もう。ああ、無礼をしました。白いならば、あるいは、うん、では。お前さん、わし、お前、ああ、そいつ。
くぜ。Thank you.
我が血と共に生きてくれ。
Thank you.
なかなかに死にきれぬようじいつどれか。物資殿、はい、留意、しかし繰り返その知りながらそれを進みます。そのわかります。まずは頼む。ではまた。
Thank you.
Thank you.
何をして。竜害の調べの物資殿が吐いた血の。血のか。はい。血の色が、しかし。できること。竜害に、それがもっと。竜害に書く。お願いし。ひょうたんの。はい。種をひょうたん。これで。妙、うん。貢献があれば、それが。そう。ひょうたんの種を訳す。では、また。